福岡の博は、日本の政治家。奈良県柏市長。元柏市議会議員。奈良県奈良市出身。同志社香里高等学校卒業。1996年3月、同志社大学経済学部経済学科卒業。同年4月、学習塾、伊藤塾の講師となる。2003年11月、同塾の代表取締役に就任。維新政治塾に参加。 2013年3月24日に行われた、柏市議会議員選挙に、地域政党、なら文献の会公認で立候補し初当選。2017年、他の議員連と、議員報酬30%削減に賛成する、条例を提出するが否決される。同年3月の市議会議員選挙にて再選。2019年4月、議長に就任。2020年5月8日、 任期満了に伴う柏市長選挙に立候補する意向を表明。同年5月24日に行われた柏市長選挙に立候補し、自民党推薦の現職の吉田博明を勝査で破り、初当選した。6月3日、市長就任。当日有権者数6万2859人。最終投票率 43.09%2021 年2月。 既婚者の女性と市長当選直後から県内外でデートを重ねる写真付きの文書が市内に巻かれた週刊誌のビラの人物は市長で間違いないかとの問いに福岡はそうですねと答えた。女性議員からこのビラは市長ですかと問われると福岡はビラの女性の私生活に影響があることも想像されることから お答えは差し控えると答弁し、6月21日、市議会が倫理調査特別委員会を立ち上げ、本格的に福岡を追求する方針を固めた。ありがとうございます。